少し外に持ち出して合わせようとする。石原に反応したのは佐藤。9番の福永も前へ前へ踏み込んでいく。スピードが上がっていきます。1番佐藤の抵抗を跳ねのけて一気にいきます。2コーナー勢い乗せて石原が抑えていった。清水岩津まで3射出た。カニを聞いて今度は7番手から佐藤以下東北勢反撃に入って、4番手そのまま前まで上がれるか、いやいけないか。4番手で取り合います。別線が4番手固執し始めた。こうなれば清水余裕ある。後ろを見た岩津も後ろを見ている。中国勢も絶好流れ。4番手別線佐藤と福永意地と意地を張り合っている。ここは4番手こだわったが佐藤が取り切った。3番の村上は5番手が縦勝負。村上弘之まくり切った。4番手3番手岩津横横だった。5番石原先頭。7番清水、清水ひろとが抜けました。町田、これで中段にまた戻っていくのが4番の松本。初手の位置に戻っていきました。しかしジャン前2コーナー内をすくって前を奪ったのが4番の松本。そして九州勢中段打鐘を迎えるところ、今度は後方からこの間に3番の町田大賀も叩いていきます。さあ九州勢を別線両ラインが翻弄していく形になりましたが、最終ホームでは町田が主導権を握りました。3番6番、その後は松本3番手7、4番手、5番手から伊藤相馬、ホームからの巻き返しです。最終周回の1コーナーから2コーナー合わせていこうという4番の松本。ここは踏み勝ちそうなのが4番の松本です。追って2番のシッチエスが最終バック、5番の伊藤交代、前は3番の町田大賀が粘る。4番の松本、そのうちには6番の坂本で4コーナーから直線です。あとこう崩落者があった。直線コース3番の町田押し切ってゴールイン。そして6番の坂本。3コーナー過ぎ、林の外、須永が競りかけ、アウトから、おーっと、初回の2センターで、4コーナー、2番の長尾が4番手から上がっていきます。左手、まもなく残り2周、赤番標識迎えます。岩谷の外、長尾が抑えに行きます。先頭に離れました。3番の岩谷は4番手下げるか、いや、1番の武藤が切り替えてきました。武藤が中部の4番手切り替えて、岩谷は5番手下げて、8番の佐伯翔がつく形になりました。残り1周半の打鐘です。2番の長尾が1番前に出ております。9番の岡本、6番の岩本切り替えて、1番の武藤が4番手、一車身間を空けた3番の岩谷、8番の佐伯が6番手です。最終周回競争6名、5番手から3番岩谷が一気に行きます。2番の長尾を捉えていきます。かましていきます。8番の佐伯が懸命に追っていきます。2番の長尾かまされて3番手下がった。9番岡本、6番の岩本、1番の武藤が6番手、縦長の最終バック6名、3コーラー、もう一度2番の長尾が徐々に追い詰めにかかりますが、まだ3番手、4コーラーが直線です。3番岩谷先頭、岩谷先頭、3番岩谷、8番の佐伯城、you
が動き始めて吉本は一旦下げるか。ここは引いていって、いいのから山崎、それから中村割淵と4人で切りました。前後9人が変わって4番の吉本は5番手から、1番の飯野裕太が先頭で金を迎えます。マークには3番の山崎が入って、それから中村割淵と続きます。まだまだスローペース。4番吉本あたりにはまだ動きはないか。徐々に徐々にペースアップ、車速を上げていく1番の飯野が昨日に続いて今日も風を切っての先行勝負。マークには3番の山崎、それから7番の中村博士と続いて6番の割淵、さあ4番の吉本拓司、この辺りから仕掛けていく5番手からのまくり。さあそれを見た山崎は今日は前に踏んでいく、それから7番の中村が続く、さあ3番の山崎が完全に抜け出し、ここは1着ゴールイン快勝です。予選痛烈なかまし、ラインに勝利をもたらしました。さあ3番近藤を連れまして戦いの口火を切りました。動いた中国勢の後ろに中部勢が切り替えています。前で受けた福田を4番の増田が1コーナーで抑えました。赤番周回勝負の頃です。5番の福田は3番手に車を引いて、中部両者が前へと上がってきまして、2番重倉インギリで鐘を聞きますが、5番の福田がすかさず仕掛けました。さあ追い出しかけて陰切らせて、一気にここを叩いて3コーナーから4コーナー、2番の重倉飛びついて1番の小酒無風では番手は回りません。ならばと4番の増田が一気にホームから仕掛けます。さあ5番の福田が逃げるんですが、ここを力で迫る4番の増田。さあ2番の重倉が番手を取り切って、1番の小酒交代でその煽りを受けて3番近藤交代、増田も行ききれません3コーナー。5番の福田その後ろを2番の重倉取って、7番の後藤が追走、4コーナーを回って直線に入りました。5番の福田かなめ先頭も捉えた、2番の重倉隆、2番5番7番です。きました。さあ察知した2番坂本どうしますか。坂本突っ張っていきます。さあこれで岸澤健太は車を引きました。さあ2番坂本博美突っ張る、2番手は7番の佐々木雄一、2番7番と遠くの2人、3番手4番田中洋平、もう1回前返してきた5番岸澤健太、2番5番ともがき合いとなりました。さあここで5番の岸澤健太わずかに先頭ですが、もう1回2番の坂本負けじと抜き返していきます。2番の坂本が結局先行となりそうです。2番手は7番の佐々木雄一、2番7番と遠くの2人、うまく岸澤健太が3番手に収まりました。あとは小林大輔4番手、後ろは6番の藤原紀之、インコース4番です。外1番の坂田短期でまくって3番手、いや4番手からちょっと出ていかないか、2番7番で直線です。坂本粘って先頭、2番手から佐々木雄一です。7番3番5番あたり。
杉上昇開始、5番の内山関東の2人です。ちらっとこれを確認した岸が、さあ突っ張る気満々、岸が完全と突っ張って鈴木を出させません。鈴木はもう一度後方に車を下げました。岸直樹の突っ張り先行、4番の稲垣宏之、6番の内山貴博です。原口は終始中段4番手、結局鈴木はもう一度後方の6番手、金を合図にその鈴木はもう一度スパートしていった。さあなかなか今度はいいスピード、前は1番車岸直樹、4番の稲垣は鈴木を牽制していく。さあ鈴木はどうでしょうか、内山と絡んで結局近畿の3名です。鈴木は叩けず4番手、後方から今度は2番の原口翔平、原口がまくり上げて現在4番手外並走、最終2コーナーからバックストレッチ、1番岸、4番稲垣、近畿勢に接近した原口、これはさばく稲垣、稲垣番手さばく、鈴木は内に切り込んだ、鈴木は内に切り込んだ、直線コース岸直樹、番手から稲垣の追い込み、稲垣が追い込んで差し切ってのゴールインです。そして2着争い、1番岸が残ったか、あるいは林太郎です。2着3着で決勝進出を果たしました。後ろは5番の門田亮、そして7番の今岡哲司、この3人はいずれも111期の同期生です。中段には4番西本忠弘、2着1着でいい動きで勝ち上がっています。ここ任せは2番の山田正幸、連日2着、そして圧巻は6番梶原海斗、前走も完全 V、 今回も完全優勝を狙いますが、先に4番西本と2番の山田でインを切るような感じです。さあまず西本と山田でインを切りました。今村すんなり3番手に来ますが、今度は6番梶原海斗の動きを警戒しながら中段3番手キープ、5番門田亮、7番今岡哲司です。6番梶原海斗は6番手、3番山本博明は7番手、最終方も通過していきます。さあ4番車の西本は先行タイプではありませんが、ここで徐々にペースを上げますが、さあ後方から6番車の梶原海斗、好調梶原が一気に叩いていきます。今村の横からあっという間にまくり切って3番の山本が離れてしまった。しかし今村スイッチが、今村凛太郎がスイッチの形で2番手、その後ろ5番門田と3番山本ひらけ、苦しくなった。さあ6番車の梶原、このまま押し切りになりますか。1番の今村凛太郎が直接迫ってくるが、先頭は6番梶原、1番の今村直線かわしてゴールか、今村凛太郎か。中国勢、その3車上がっていこうとします。さあ中段からは9番の穴も前へ踏んできました。誘導外れて9番和田、一度先頭に変わります。1番の小原、6番飯田、難関3車出ましたが外側通りまして、3番の渡り口、4番小玉、8番木村連れて前へ変わりました。今金を変えて3コーナー、今度は5番の稲毛が仕掛けてきました。3番手、そして内側から5番の稲毛が2番手入っていこうとします。3番の当たり打ち先行体制、ただその後は5番の稲毛入りました。4番の児玉が番手の位置取り返そうとしますが、番手は5番の稲毛取り切った。2番の足田その後ろマーク、さらには7番の伊予の近畿勢2番手以降からまくり発動、残り半周5番の稲毛先頭に立ちました。2番の足田、さらには7番の伊予の5番2番7番と仕掛け決まりまして、9番の和田まくり上げて4番手直線コース帰ってきました。5番の稲毛、その後ろは2番の足田、5番の稲毛を仕切った。そして
じわりと外のコース、伊藤が車を前へ進めていきまして、4コーナーでは3番手、さらに前段まで上がっていきます。さあ1番の菅谷はどうするか。1コーナー突っ張りますが、ここは軽く突っ張り中近3車を出しました。西日本ラインは中段立ち回るか、前まで上がるか、いや2番松本は4番手をキープしました。これで1番の菅谷は6番手です。鐘が入りました。7番の伊藤が先頭です。今は緩やかなペースで流しています。2センターから4コーナーです。1番の菅谷を6番手に置いて、7番の伊藤アルトが先行体制に入りました。4番手前と少し距離があっての2番松本。さあ1番の菅谷がどこで仕掛けるか。1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。先まくり2角2番の松本光雄、そして後方からも1番の菅谷が仕掛ける。さあ番手では3番の片山が仕事をするが、まずは2番松本乗り越えるか。スピードで勝るは1番の菅谷隆。5番の井田が懸命に追う。4コーナーから直線まくり合戦、最後は制した1番の菅谷がどうやら1着。5番井田とアンツー、1番5番です。動く神奈川勢、川越と内藤が2人で前に来て、4番中田由紀も乗り続けます。そして小川慎太郎も抜け目なく中段を主張する動き。6番堀江翔吾は下げて6番手から巻き返そうとしていますが、1列棒状出来上がって残り1周半。川越の抑え先行、2番内藤マーク、4番中田由紀が好立ち回り3番手。早くも発進する関東勢、6番堀江翔吾、後手を踏まんとばかりに加速していきました。芦沢が追走し、5番小川慎太郎は神奈川勢と関東勢のもがき合いの後ろになっている。さあ6番堀江翔吾、パワー十分の攻め込みで神奈川勢を捉えた。3番芦沢が追走し、あとは2番内藤が切り替えていきましたが、4番の中田と2番内藤、そして1番坂本と落車。先頭6番堀江翔吾、後ろ3番芦沢達弘で迫ってくる7番川越優勢、5番小川慎太郎、3着争いだ。前は関東勢決着、3番芦沢達弘かわして降臨、2着6番堀江翔吾。赤番のホームを通過して、4番横田が加速していって、7番桜川がこの発進に遅れています。しかし6番の岡崎も横田を出さずに突っ張っていって、再び桜川と横田連結し、3番塚本勝志は最後方の体勢変わらず残り1周半になりました。中四国の突っ張りで6番岡崎の先行、まだスローペースになっていますが、2度目の進撃あるかどうか。4番横田正直、少し後ろを見まして、3番塚本は依然として最後方、残り1周仕掛けました。4番横田、岡崎がここに合わせて、横田の発進に桜川、少しまた内に折り加減となっている。6番の岡崎、横田を出さない、代わって4番手から高速のまくりは7番桜川だ。桜川の自力まくり、1番の上田健生間に合いませんでした。あとは2番の佐藤明が追走してくるところに上田が絡んでいって、あとは5番の藤田陽平、その後ろに3番塚本勝志だが抜け出した。7番桜川雅彦が先頭で降臨、2着1番の上田学、あと3着に5番の藤田陽平か。
2周誘導との車間を切っていますが、3番の佐々木健二が上がっていきました。1番の川井優也は引いていきます。今度は6番の小林涼部、6番の小林がさらに抑えて1センターから2コーナーカーブ、1番の川井優也、これをめがけて上がっていきます。6番の小林涼部が先頭の位置でペースを上げていきますが、1番の川井優也が叩き切って主導権を握るか。ジャンの2センターから4コーナーカーブ、勢いはどうやら川井優也、川井優也がどうやらジャンの4コーナーで切って、平原浩太がそのマーク。最終周回です。3番でも4番の小林淳二がしっかりついています。最終周回1コーナーカーブ、その関東勢の後ろには3番の佐々木健二、4番で外目、2コーナー回ってバックです。その4番で外から3番の佐々木健二がまくってくる。7番の平原浩太が応戦していく。平原が横から今度は縦に踏んでいきました。平原番手から出ていきました。その後ろはどうか、4番の小林俊二が食い下がる、あるいは5番の相澤雅宏、直線コースを見て番手から出ました7番の平原浩太。7番の平原浩太がどうやら1着で合輪です。2着どうか。神奈川勢が上昇していく。さあ5番青のガバに出た。その番手は依然として並走状態。4番の山田亮、現在3番手で3番の福永と並走の形でバックスレッジ入っていきます。さあ5番青野の番手がこのまま2列渋滞となっていくのか。打者を迎えます。打者を迎えて後方を牽制しながら5番青野が先行体制。その番手は依然として並走状態。インコースに1番佐々木流、外が6番の東龍之介、そしてさらに後方3番手も3番福永、4番山田亮で並走。レースはいよいよ最終周回に入っていく。5番の青野正弘ペースかけ、番手は1番佐々木流、そして現在3番手が3番6番、激しく持つ2コーナーからバックスレッジ、逃げる5番の青野がペース影、番手は1番佐々木龍が取っている。3番手は3番の福永大地、そして現在その後方4番手は7番石塚凛太郎が続いて、3番手から3番福永がまくり追い込んでくるが、先頭は依然として5番青野で直線コースに帰ってきた。大外教授3番車のビルがゴール線上は1番3番